年金10年はいつからですかというご質問に対する、回答なんですけれども、年金10年というのは、これは老齢の年金ですね、老齢基礎年金とか老齢厚生年金をもらっていただくための、受給資格期間といわれるもの、これは現在は25年なんですけれどもね、10年になるというふうなことをね、聞かれて、いつから10年になるのかということをね、知りたいという、そういうご質問ですね。でこれは平成29年の4月に、消費税率がですね、現在の 8% から 10% に引き上げられるということですけども、その時に合わせてですね、この年金、老齢年金の受給資格期間が、現状の25年から10年に短縮される予定になっております。